どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、今日はですね、ちょっと、まあ、ラジオ動画というかトーク動画になっておりまして、とあるですね2枚のカードについて考察をしていこうかなというふうに、思っております。その2枚のカードっていうのが、何かっていうと、ティアラメンツ・キトカロスと、クシャトリ・ラフェリル、この2枚のカードについてです。はい、ちょっとマスターデュエルにはね、クシャトリラ・フェンリルはまだ来てないんですが、そろそろクシャトリラが来るんじゃないかというふうに言われておりまして、で、皆さんにちょっと考えていただきたいのは、このね、2枚のカードの唯一無二の共通点は何だと思いますか？はい。まあこれ、まあ分かってるよという方もいらっしゃるかなと思うんですが、OCG に実装されて、で、マスターデュエルに実装される前に、禁止になっちゃったカード。これがね、今ね、唯一無二なんですよ、これ。これ2枚しかありません。マスターデュエルがサービスを開始してから、OCG に実装されたカードの中で、マスターデュエルに実装される前に、禁止になってしまったカード。これね、この2枚しかないんですよ。はい。この2枚しかない。ということで、これは取り上げざるを得ないでしょ、ということで、ちょっと、この話を今日はしていこうと思ってます。で、ティアラメンツ・キトカロスの、歴史にまずついてちょっと紐解いていきたいなというふうに思うんですけども、ティアラメンツ・キトカロスはですね、もう悪名高きパワー・オブ・ジ・エレメンツというパックさんでございましてですね、2022年の4月の23日に、発売されたカードというかパックですね。で、マスターデュエルのサービスが、2022年の1月の19日なので、まあ大体3ヶ月後ぐらいか、に発売されたカードパックでございまして、同期カードマジやばいですよ。ティアラメンツ・キトカロスさんの同期カード、まあ、パワーオブジェエレメンツさんのカードが全部やばいっていう話があるんですけども、例えばスプライトエレフとか犯罪者、今禁止ですからね、これ禁止カードね、とか、サーキュラー、これこの間制限カードありましたね、残機サーキュラーとか、あと、春化粧、岡留美の春化粧とか、あとティアラメンツ、その他もろもろ、この辺がね全部同期に、なってまして、もうどんだけこのパワーオブジェエレメンツっていうパックがやばいかっていうのが、このカードたちを見ていただければわかるかなというふうに思っております。で、2023年の1月の1日にこれキトカロスさん一発で禁止なんですよね。一発でやっぱね、一発禁止ってやっぱね、なかなかなくてね、まあそれちょっと後で話しするんですけども、登場から、およそ253日での禁止カード行きということで、これは有効モンスターでは最速らしいです。遊戯王ウィキに書いてありました。有効モンスターではこのモンスターが最速となると書いてありましたね。はい。で、一発禁止になったカードってね、やっぱね、結構、ね、すごいカードが多くて、まあ、例えば、ガンドラクロスさんとか、これ、先行ワンキルの申し子だったんですけども、とか、あとキャノンストルジャー、これもまあ、ワンキルの申し子ですよね。とか、フュージョンデスティニー、これはもう出張パーツの申し子。とか、あと、結界像、もうこれ犯罪者。こういうカードたちは一発で禁止になっていまして、もう1枚でも生きていてはいけないという、まあ、そういう犯行を押されてしまったカードたちが、まあ、一発禁止なんですけども、キトカロスも、まあ、ご多分に漏れず育っているということですね。で、マスターデュエルでは、2023年の4月の、10日に、実装されたんですけど、ね、マスターデュエル初の制限カードの状態で、あらかじめ1枚しか使えないという状態で実装されました。まあ、1枚使えれば十分だ。なので、キトカロス自体はね。なので、まあ別にこれは制限カードでやろうとなかろうとあまり関係はないんですよ。禁止か、禁止じゃないかっていう、まあ俺か俺以外かみたいなところがあるので、まあちょっとこれはあんま関係なかったかなとは思うんですけども、まあ一応そういうカードでございました。はい。で、次、クシャトリラ、フェンリルの、歴史についてですね。あ、じゃあクシャトリラ・フェンリルっていうカードを、まあマスターデュエルしかやってない方のために、ご存知ない方のためにね、簡単に説明すると、先行で使えるパンクラトプスみたいな感じです。簡単に言うと、まあ、自分のフィールドにモンスターが存在しない場合に特殊召喚ができるレベル7のモンスターで、打点が2400というステータスしてまして、結構高い。で、自分のメインフェーズにできるクシャトリラモンスターというのを加えるということで、まあ、自身を手札に加えることもできるし、同盟を手札に加えることもできるし、まあ、違うやつを加えてもいいと。で、こいつの攻撃宣言時か、相手がモンスターの効果を発動したときに、相手フィールド上の表側表示のカードを裏側で除外できますよという効果があります。だから、まあ、相手の妨害を踏めるんですよね、このモンスターで。で、さらにパンクラトプスみたいな感じでポンって出てこれると、先行で。これめちゃくちゃ強くて、まあ、このカード、採用率がえぐい高かったんですけども、こいつはどこさんかっていうと、ダークウィングブラストという、パックさんでございまして、2022年の7月の16日、まあ、
3ヶ月後ぐらいですかね、キトカロスが実装されてから、はい、で、こいつもまあ同期そこそこやばいやついっぱいいて、例えばカルテシアですね、今ラクインビーストとかで活躍しますけど、カルテシアとか、あとナチュルモルクリケットとか、それからまあビーステッド、はい、あと BF、まあ、この辺のモンスターたち と、同期になってますね。まあビーステッドでねティアラメンツをメタろうと、クシトリアでティアラメンツをメタろうとしたと思うんですけども、まあ、こんだけちょっと出張性能が高いとなかなか厳しいというところがあるんですけども、2023年の1月の1日に、こいつは無制限から、制限カードに指定されまして、で、2023年の4月の1日、まあ、今月ですね、に制限カードから禁止カードに指定されるということで、こいつもね、実装から340日で禁止カード1件になりました。はい。1年持ってないっていうのも、一応、キトカロスとフェンリルの特徴ですね。1年、発売されたから1年使えませんでした。365日を迎えることなく、禁止カードになってしまったということですね。まあ、ちなみに、マスターデュエルにはまだ実装すら、されておりません。バスターデュエル10走前に、禁止カードとなっているということですね。はい、これもキトカロスと同じで、寿命が今、キトカロスが253日で、フェンリルさんが340日という寿命だったんですけども、マスターデュエルでやっぱりね遊ぶ前に禁止確定してるっていうのはこれ異常な事態だと思うわけですよ、私は。はい、やっぱね商品として1年持たないと結構やばくてね、売り出した商品が1年で使えなかった、皆さんどう思いますか。1年経たずに買ったものが使えなくなってしまうと、まあ遊戯王ではよくあるんですけど遊戯王だから許されてるけど、まあ、ちょっと他の商品だったらね多分消費者激怒するんじゃないかなと、本当消費者センター行きなんじゃないかなと思うわけですよ。やっぱ寿命だけで言うとね、まあ正直もっとやばいカード結構たくさんあるはあるんですよ。最近解放されたやつもいるんですけど、着ぐるみとか、あと、モンキーボード、この辺はね、なんと、寿命167日っていうね、OCG 史上最短の寿命となってまして、まあ、このモンスターにはなかなか勝てる、寿命的にね、勝てるモンスターはいないとは思うんですけども、やっぱね、1年経たずにね、その、買った商品が使えなくなるっていうのはなかなかね、やっぱね、なかなかね、ないし、やばいと、僕は思っていまして、で、キトカロスのじゃあ何がやばかったのかっていう考察をしていこうかなと思うんですけども、やっぱりね、まあ、キトカロスというかティアラメンツデッキのパワーが高すぎるっていうのがやっぱりどうしてもありますね。これに関しては書いていることが全部強い、デメリットなし、縛りなし、これはねやっぱりねやりすぎた、さすがにカードが強すぎる、書いてるテキストがなんか 1,2,3 やっぱ効果全部書いてあって全部強いっていうのはなかなかないですよね。で、遊戯王、ちなみにツイッターとか、では、遊戯王やったことないやつが考えてるって言われてました。強すぎてね、強すぎて。で、やっぱティアラメンツのエンジンである、まあ、キトカロスが禁止カードに指定されるのは、まあ、当然の、まあ、処置なのかな、というふうに、まあ、個人的には思うんですけども、2023年の7月現在ですね、ティアラメンツのメインモンスターですね、が、まあ、今、現在全て指定、制限カードに指定されています。これもっとやばいのは羽を今もがれ足をもがれている状態じゃないですか、ティアラメンツって動けないようにね、身動き取れないのにガチガチ縛られてる状態ですよね。その中でそれでもまだティアラメンツデッキが CS 入賞したり優勝したりしてるんですよそれだけ規制されてるのにまだ OCG では優勝とかしてるんですよ。1枚しかないんですよ、メインデッキのパーツ。どんだけ強い、どんだけ強い、どんだけぶっ壊れてんだよ、おかしいよね頭が、まあ、ちなみに僕は使うのはティアラメンツ結構好きでしたけどね、はい、まあ、めちゃくちゃカードパワーを感じれたんでね、ちなみに前世紀の、ティアラメンツデッキの見た目見ていただくと分かるんですけども、これです、はい、見てくださいこれなんか前世紀石ティアラメンツっていうのをなんかネットから拾ってきたんですけど、やばいですね、全部禁止か制限カードしかなんか入ってないんですよ、デッキの中に。これはもうなんか遊戯王の闇を感じますよね。この画像を見てるだけでなんか2時間くらい笑えんじゃないかなと思うんですけども、まあめちゃくちゃな、まあ、パワーだったということですよ。はい、まあ、それがキトカロスというモンスターでしたね。はい、で、
フェンリル何がやばいのかなと、やばかったのかなという話なんですけどもね、こいつに関してはやっぱりね、出張性能の高さと相手の妨害を、踏める性能をしていまして、やっぱね召喚条件が緩すぎるんですよね。こいつなんかモンスターがいなければ出せるっていう、まあ、先行でも後攻でもポンって出せる、これが強すぎる。あまりにもパンクラトプス見習ってもろて、で除去能力もやっぱ非常に強くて、モンスター効果を発動するか攻撃宣言時なんでね、なんで、まあ、あらゆるデッキに出張できるということで、まあまあそのいわゆるコナミさんが嫌う、まあ、デッキの多様性の低下っていうのが、まあまあ、巻き起こっていたんじゃないかなというところ。そしてやっぱりねモンスターのみならず、まあ、永続魔法とか永続トラップカードをも除去できるんですよね、このカードっていうのは。あの表側のカードであれば、あの裏側で除去できるんで、これがやっぱ強かったところですかね。はい。で、全デッキとりあえずフェンリル3枚入れてからデッキ考えるかという現象が多発を、しておりまして、まあ、それがやっぱりね、あの良くなかったかな。なんかそういうカードってなんだろう、多様性を壊すからコーラミさん嫌うはずなんですけど、ただやっぱ吸っちゃうんですよね、やっぱ考えちゃうんですよね。はい。で、特殊召喚、効果発動しても一切の縛りがつかないっていうのはやっぱり良くないですよね。やっぱりね、あの、ね、縛りって大事だと思うんですよ、遊戯王。だから縛りないとやっぱ良くないことが起きまくるので、ある程度やっぱそのカードを作るときにある程度の縛りは、まあ、必要なんじゃないかなと個人的にはあのいつも思っています。まあ、フェンリルとかキトカロスとか明らかにオーバーパワーだけど、なんでか縛りつかないっていうね、まあ、そういうことが起きるんでね、はい、ちょっとあのやりすぎだったかなというふうに思ってます。まあ、強いカードには制約と制約をつけた方がいいと、個人的には思う。まあ、クラピカさんも言ってましたから、制約と制約、その強い力をあの使うには制約と制約があった方がいいですよ。なんもないで強い力使っちゃうとちょっとやっぱゲーム性崩壊するから、はい。まあ総じて言えることなんですけど、2022年産のカード頭おかしいの多すぎるんですね。これ、まあ、このなんか今あの見えてる画像、これ 6枚見ていただけば分かるんですけど、なんかもう頭おかしいの多いじゃないですか。で最近ね、なんかねそのコナミさんの方針としては2022年をなかったことにしようとして、2022年のカード規制されすぎなんですよ。2020年なかったことにしようとしてるとかね、言われてます巷では。はい。強いカードね、やっぱね擦らないとね、その利益にならないっていうのはね、個人的にはやっぱ分かる、ある程度仕方ないことだと思うんですよ。やっぱね、コナミも別にあのボランティアでやってるわけじゃないから、営利企業なんでね、ある程度やっぱ利益になるカードを擦っていくのはまあ当然だとは思うんですけど、やっぱこれあのさっきも言ったんですけど、1年経たずに発売したカードを禁止連発されちゃうと、今買う方としてもね、非常に厳しいなということは思いますので、まあ、ちょっとこの辺ちょっとよくね考えていただいて、今後ねあのカードをちょっとあの吸っていただけると、こちらとしては表紙者としては非常にありがたいなというふうには思っています。まあ、クシャトリナフェンリルさん、マスターデュエルだと制限カード実装とかなんですかね、ちょっと、まあ、どうなるかは分かんないんですけど、まあ、そう考えるとやっぱやばいカードをねあの事前に規制できるっていう点では、マスターデュエルはあの非常にいいゲームなのかもしれません、もしかすると。だからまあ OCG さんのおかげでマスターデュエルさんが、まあ、ある程度その環境を調整して遊べるというところはいいところかなと、はい。まあ、思います。はい。ぜひね、なかったことにするのはやめていただいて、まあ、ある程度のバランスを調整したカードを、吸って楽しいカードゲームになっていけばいいんじゃないかなというふうに思っておりますが、皆さんはどう思ったでしょうか。ぜひね、コメント欄で書いていっていただけるととてもあの参考になりますので、はい、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。